我々は食品産業というところにいるんです。農業とか農家じゃないです。食品産業という、今日本国内で80兆円というめちゃくちゃ大きな産業を支えるところに俺たちはいるんです。だからめっちゃチャンスなんですよ。だからそれを分かってるから、農産物であったり食品であったりっていうものをいかに外に売って、外いわゆる外貨を稼いで日本の国を豊かにしようっていう戦略に、大きく製造品から食品で、もうついにこれは昔から言ってるでしょ、昔から言われてる一次産業が二次産業になって、三次産業になって、まあ、情報社会の四次産業になって、だからまたやっぱ一次産業に戻ってくるんですよ。でも一次産業に戻ってくるってどういう意味かちょっと分からない、こういうことなんです。一次産業に戻ってくるってことは、食品産業として戻ってきた、おめでとうございます。食品産業としてやっと我々の時代に戻ってきた。さあ、まあ、ギャップのね、まあ知識として、まあ、ギャップには、J ギャップだの、アジアンギャップだの、グローバルギャップだのありますよと、まあ、この辺の話はね、まあ、細かくはしませんけれども、まあ、何を選べばいいんですかって、まあ、地域ギャップ、県内ギャップもあります。で私はですね、要はギャップを取りなさいって話は今日はしないです。ただギャップはですね、認証を受ける受けないっていうのも大事なんですけども、これって取り組みなんです。取り組み、あ、私はちゃんと食品として取り扱ってるっていう意識を持って取り組んでますよ、あ、私は環境っていうものを意識して取り組んでますよ、あ、私は人っていうものを意識して取り組んでますよっていう、これ取り組み宣言書なんです。取り組み宣言書だから、確かライセンス取るのはお金がかかったりするんですけど、ぜひ皆さん方にはですね、ギャップを取るっていう言葉じゃなくて、ギャップに取り組んでほしいんですよ。認証を取るかどうかも後からでいいです。でもいずれやべ、ギャップの認証を受けとかんと取引先が取ってくれんとか、もう棚ぼたし、棚ぼたって言ったら表現が悪いな、おそらくですね、まあ、ちょっと政治家の力が絡んでくるから熊本にどう影響があるかわからないけれども、2030年までに菅さんが輸出を5兆円にするって言ってるわけでしょ、まあ、これは農林水、林はないか、農水、農業と、農産物と水産物含めるんですけど、で、まあ、要は輸出やるぞっていうのはこれもマストなんです。マストっていうのはもう優先順位で一番高いってことです。とにかく一番高いです。まあ、この話もちょっとすると、日本は今までね、自動車を輸出して金稼いでたのに、車がもうガソリン車は30年でもダメだから、だからもうトヨタは、まあ、慌ててじゃないけど未来の水素で走るやつ売ったわけでしょ。でも今年まではトヨタは最高に世界で売ってるんです。でも2030年にはもう車はもうガソリン車売れなくなるんです。でそうなってくると日本が困るんです。外貨が稼がないから、トヨタみたいな会社が稼いでくれてたから税金があったのに、トヨタみたいな製造業がダメに、ダメっていうか稼げなくなったらめっちゃやばいんですよね。国の財政として税金が入ってこないから、じゃあどこに当てにしているのかって、ここで先ほど鳩の会長もちょっと触れたけど、我々は食品産業というところにいるんです。農業とか農家じゃないです。食品産業という、今日本国内で80兆円というめちゃくちゃ大きな産業を支えるところに俺たちはいるんです。だからめっちゃチャンスなんですよ。だからそれを分かってるから、農産物であったり食品であったりっていうものをいかに外に売って、外いわゆる外貨を稼いで日本の国を豊かにしようっていう戦略に、大きく製造品から食品で、もうついにこれは昔から言ってるでしょ、昔から言われてる一次産業が二次産業になって、三次産業になって、まあ、情報社会の四次産業になって、だからまたやっぱ一次産業に戻ってくるんですよ。でも一次産業に戻ってくるってどういう意味かちょっとわからない、こういうことなんです。一次産業に戻ってくるってことは、食品産業として戻ってきた、おめでとうございます。食品産業としてやっと我々の時代に戻ってきた。でそれで国内のマーケットじゃなくて海外のマーケットまでをもう抱き込んだ形でやるって、もうこれはもう見えてるんですよ。だって80兆円アジアだけで300兆円です。まあ、あんまり兆の話だってピンとこないかもしれないんですけども、とにかく日本国内が500兆円あるうちに、トヨタとか、パナソニックとかソニーが5、60兆円で 10% 持ってたわけですよね。だからめっちゃ稼いでたわけ。ところがそれがだんだん下がってくると、食品産業80兆円あるんですよ、500兆円のうち。そらもう皆さんが総理大臣だったら、おお、そう、それでいくぞ、それでいくぞって なりません一番稼ぎ頭やんって、それでいこうぜって、やろうやろうやろうよって絶対なるんです。でそれで日本の農産物の輸出を5兆円にするって言ってるわけでしょ。
日本国内で産出しているのはたった9兆円ですよ。たった9兆円しか生産してないうちに、その、まあ、そのうちじゃないけど5兆円は外に出すって言ってるんだから、だから僕の予想っていうか、いろいろ見ていくとそんなふうに言うもんだから、ああじゃあ絶対輸出やなって。でも輸出するって言ったって日本の農産物バイヤー、海外のバイヤー買ってくれませんからね。あのオリンピックで日本の食材使うなんて言ってますけど、あれ意外と日本の食材で使ってもらえませんからね。なんでかってギャップ取ってないから、うん、じゃあオリンピックの選手たちどうするのかって言ったら、自分の国から持ってくるんですよ、わざわざ。だからね、なんかね、なんとなくふわっとした情報ばっかりで、具体的に情報を見てみるとギャップ取ったら当然流通させることができるけど、諸外国は日本の農産物はまあまあちょっと極端なんですけど信用してないですよ。極端なこと言えばですよ、我々がこんだけ一生懸命頑張ってるのにライセンスがないから。だってさっきも言いましたけど、お宅の商品本当に大丈夫ですか、お宅の従業員バイトテロ起こさない保証はありますか、手袋して仕事してるんですか、トイレ出た後ちゃんと手洗ってるどこに表示してありますか、みたいな話になるわけよ、なるわけよ。で俺は知ってるよみんなが頑張ってるのは、日本の農家が頑張ってる、俺は知ってるけど、俺が知ってたってしょうがないじゃん、世界が知らなきゃ、うん、っていう時代に今からとにかく入っていきます。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいっていう方のために、ノービジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくはノービジで検索してください。一緒に脳を耕しましょう。